はいみさん、どうもみちいです。どうもどうも。今日はですね、論理記号を大学受験とか高校数学で使っていいのかっていう質問を時々受けるので、それについてお答えしていきたいと思います。まあ結論から言うと僕は使っていいタイプの問題、タイプの人ですけれども、使っちゃいけないという人の主張もよくわかるので、その辺の事情をあらかじめ言っておきたいと思います。というのはこういう話を聞いて、ある先生はダメだって言って、ある先生はいいよって言っている時に、その学生自身があのちょっと困惑することがあると思いますので、その辺の裏事情を というかなんである人はいいと言ってダメ,あるダメだという人もいるのかというようなことをお話ししておきたいと思うんですねで、僕がいいよっていう理由っていうのは結構 あの、まあ、理由は明白で、まあ、別に良くないっていうだけなんですよ。別にあるなら使えばいいじゃんっていう。なんか、あるのに使わないってなんかね、実際その先生方とか、あの、大学で問題作ってる人なんか知ってて作ってるわけですから、別にね、ね君らだけ使うのずるいよ、みたいな、そういうことですよ。でも、ま、ダメだっていう人の主張っていうのは、いわゆるカリキュラム上、許されていることでは一応はないし、その高校数学は若干飛び越えているわけですよね。命題とか、論理記号とかそういうものっていうのはね。ただ、高校数学では、 一応、集合と命題と論理みたいなものはやっているので、まあ、言葉、命題とかその言葉で表現するのはいいんだけど、論理記号はダメだというようなことですよね。まあ、これは理由はなんとなく別の理由も実はあったりします。これが多分本当の理由だと思うんですけど、数学内部においてはですね、 大学的なその論文を書くという段階においても実は論理記号というのは使わないことが常識なんです。あの、数学においてはですね、あまり論理記号というのは使わないんです。むしろそういうものを使うというのは、いわゆる記号論理学の世界では使うんですよ。いわゆるメタ数学的なものとか、情報処理とか、そういうところではもう率先的に使われるんですけど、意味をあえてはい、あの、消すというね。だけど数学の論文とか数学をやるときはあまり使わないんです。えー、というのは、あの、建前で <laughs>。 あの、論文を書くときとかには使わないんだけど、例えば大学数学のゼミとか、あと授業とか講義では、バッキバキに使っていくんですね。ここが若干の数学の危ういところで、数学というのはもちろん、あの、数学、あの、記号論理の世界ではなくて、数学というものは使っていくわけですから、あくまで意味を結構率先的に取っていくんですね。そういうときに、あえて意味を排除して、え、物事を考えていくというの、あの、コンテクストのある、 論理記号とかそういうものはあまり使わないことが良しとされます。つまり、学問的なんかコンテクストが違うんですね。そして、その論理記号を使うというのはその論理記号とか命題とかそういう構造、記号論理的な目的形式がある時にこそ使うべきで、むしろ数学においては論文のレベルにおいてはそういうものは使わない方がよろしいというなんとなくの なんとなくのあれがあるんですよ。風潮みたいなものが。だけど、まあ、それも本音と建前であって、普通に授業とか、あの、ノートを取るときとか、あの、講義とかでは、もう普通に使うので、そこはね、あの、いろいろと乖離があるわけです。そういう意味で、大学受験という、公の立場とか、数学をやるときには、あまり記号論理とか、論理記号とか、そういうものは使わない方がよろしいだろうという意見が、まあ、数学内部としても実は、あ、ごめんなさい、あるわけですよ。 まあ、微妙な話ですよね、正直なところね。そういう、なんか、建前とか、まあ、いいやないって思うわけです、僕はね。で、もう一つ、その、建前じゃない問題としては、別に記号論理っていうのは世界的に共通したものがあんまりないんですよ。で、共通したものとしては、もはや実質的には、あの、英語なので、まあ、基本的な論文とかそういうものを書くときも、英語が標準的ですよね。で、英語は別に、あの、 困惑すするこことはあまりないのですこので英単語の意味が分からないとかそういうことはありますけど、その英語自体にこう共,通の共通のものがないから意思の疎通ができないということはないので、そういうところは特に問題にならないので、英語を使うことが多いんですけど、一方で記号論理というのはこの統一的なね、 記号っていうのはないんですよ。その任意と存在記号とかそういうものは結構統一されてるんですけど、例えば共通部、勝とか、その宣言命題とか、電源命題とか、そういうものっていうのはあまりこう統一されたものは実はないんですよ。それの統一されてないものの記号を使うっていうのはまあちょっと失礼な話じゃないですか。だからまあそういう意味で使わないという立場もあったりするわけですよ。でもまあ人それぞれに記号を編み出せば別に記号なんてその程度のものですから、別に言葉っておけば特に問題はないので使っていいじゃないかという立場もあるわけですよ。その 記号を表現するにしてもこういう縦とか、またはにしてもこういう条件の方で言うととんがったものがいいとか、集合で言うとこのキャップというものがまあ共通部分を取ったり、あとカップというのがまたは取ったりっていうのは、まあ、ある程度共通認識というのはあるんですけれど、それでもま、一応使わない方がよろしいとかね、そういうことはあったりするわけですよ。特に条件の方については。ま、共通部分集合の共通部分とか、あの、合併とかそういうのは特にあの、割と標準的なんですけど、一方でその、 条件の方についての、勝つとかまたあって、ちょっと微妙なところがあって、そういうのは使わない方がいいよねっていう、なんとなくの暗黙の了解みたいなのがあったりするんですね。そこはもうね、あの、なんとも言えないんですよ。別にどうでもよくないと思ったりはするんですけど、まあ、あの、触らぬ神になんとやらというタイプのものでございます。だからこそ、まあ、こういうことがあって、まあ、カリキュラム上の問題とか、数学界の、まあ、監修とか、まあ、風習の問題というのがあったりするので、まあ、ここはまあ、まあ、どうかなと思う。 わけで、まあ、使わない方がいいっていう人もいれば、僕みたいに結構破壊的で、まあ、どうでもいいじゃんっていう人も、どうでもいいなら使うよっていうタイプの人もいるわけですよ。まあ、あんまりあの、どうなんでしょうね。大学受験で使うと、点が引かれるっていうのをあまり見たことはないんですけど、まあ、あの、怖いなら使わないことをお勧めします。すべて自己責任です。はい。そんなわけで、あの、数学は自己責任です。はい。<laughs> 2回同じことを言いましたけれどもね。はい。というわけで、面白かったと思う方は、ぜひともチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。次の動画もご覧ください。さよなら。